お池小区植物群落、東出現お池小区植物群落とは、三重県四日市市にある地層であり、特殊な湿生植物群落として国指定の天然記念物となっている。お池小区植物群落周辺の空中写真。画像中央、補助整備された東西の水田に挟まれた一帯が、東出現。画像左、陸上競技。 トラックグラウンドのある敷地の右側、樹木で囲まれた一帯が西出現。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。お池小区植物群落は、三重県四日市市西坂部町にあり、第三基層からなる大地の東の端にあたり、そこから出る湧水によって生じた。 南北約400メートル、東西約800メートルの湿原及び、昇拓地であったものである。昇拓群落はその中で、上の側の高い地域にある。現在は、多くが、水田などとなり、昇拓植物群落は、冷たい湯水が流入する、西湿原と、それらの水が流入する下側にあって、め池を含む、東湿原からなっている。 両者は互いに水田などを挟んで200メートルほどの距離を置いている。指定は昭和27年10月11日で、追加指定が昭和51年3月31日と昭和54年6月25日に行われている。この出現には寒冷地の植物と団地の植物が共にあり、さらに東海地方の独特の湿政植物賞を代表する。 ものともなっており、貴重な湿性植物群落と見られている。西湿原は、有水部に沿って、藩のノキを中心に、イソノキ、イノツゲ、イボタノキ、蛇のぼらず、梅もどき、ドキ、ノリウツギなどの木元や沼がや、ネビキグサなどの草本が茂り、臨床には、大水苔が繁殖して、厚く敷き詰めたようになっている。その内側の沼がややネビキグサからなる草地に、 ヤチヤナギやヤチイヌツゲが見られるが、これら2種は日本では、北部地域の低層出現を代表するものであり、ヤチヤナギはこの地を南限とする。湧水による水域には、ネビキグサやホタルを中心とする群落があり、それらの間に、三河地方異性に見られる三河タヌキモや、東海地方固有の白玉星草が、小さな群落を作り、食中植物の耳かきグサ類も姿を見せる。 東の湿原は、ため池の深い部分から、枯れ草や泥の堆積した泥沼地、湿原、普通の草地と移り変わる間にヨシ草地、ガマ草地、ネビキグサ草地、沼ヶ谷沢二郷草地、犬の花髭草地、根挿草地などがそれぞれ公的な場所に反茂し、それらの間に、熱帯系の植物であるミクリガヤや、やはり団地のものである、水卵が見られ、それに混じって、 日本北部の鉱山湿地に見られるものと同種の小立山林道が生育している。古事記には、山和県命の東国平定の木とに、伊吹山から桑名を経由して三重の地に着いた時に、地その地幸い、至る三重村の時、また巫事のりの、我、足、女三重曲がり、しかも人碑とあり、この古事から、命が、コンコンと湧き出す清水に目を止め、お足を現れた池を、 足洗い池と称し、地名を足洗いと呼び、近くの池を大池と呼んだと伝えられる。現在の東指定地域が、西坂部町の三立屋座足洗いであり、西部指定地は地大池である。また大池はいつの頃からか大池と呼ばれるようになり、今の名はそれによる。江戸時代には元禄六年の三家村や論、霧松許し、同江図には足洗いや大池。 足洗川と記録がある。明治中期には西坂部町の川島海門が勧誘地であった商宅地の払い下げを受け、その中央部を水田として開墾し始めた。ただし本格的な開墾は大正7年以降になり、この年に岐阜県から数世帯の農民が入植し、懸命の努力で沼田から水田へと改良を行った。それ以降は、 小宅地の景観はさほど変化することはなく、人々は西部出現では樹木を滝木として利用し、東部の大池では鯉の養殖場としての利用も行われた。この出現の発見と保護に大きな役割を演じたのは安井忠康である。発見当時、四日市市立高等女学校の教諭であった安井は昭和15年6月23日に、 三重村山野での植物調査の際に、お池章卓に立ち寄り、ちょうど満開であった、野花勝負群落に感動したらしい。ここから、安井はこの章卓の植物群落の研究に手をかけ、その年の7月、9月の調査で、これが、県和一の貴重なものであると確認した。それから10年後、昭和25年に、安井は再びこの地で詳細な調査を行い、 その結果を県教育委員会に伝え、県から調査会臨時委員の任命を受けた。安井はさらに詳細な調査を行い、指定地の決定や測量業務、写真撮影をも行い、各関係者の協力を得て調査報告書を作成、県に提出した。これに基づいて、同年2月28日付でこの群落は、三重県の文化財として仮指定を受けた。また翌年には、 国の文化財調査委員の一人である国立科学博物館の中井竹之心博士が現地調査に入り昭和27年に国の天然記念物に指定されるに至った上記にも触れてあるがこの湿地の重要性として天然記念物指定の指定自由は以下のようなものとされていた出現においてはどこでも生じることであるが自然な繊維によって泥が堆積して陸化し 普通の草原へと変化する傾向がここでも見られる。また、流水の下である大地の開発や、周囲の水田の暗渠排水工事による乾燥化も見られる。湿地の後廃斜面には、昭和52年までは多くの赤松林があったが、松の財線中の被害で全滅的に故死した。その影響も大きかったが、現在ではその時の下場であった、商用樹林が育ってきてはいる。 それらへの対策として、市教育委員会によって、水不足への対応に作成庫工事や、旧排水路工事などが行われ、また水源観葉林の育成なども試みられている。ただし、すでに確認できなくなったものも数多く、羽田は、三河田抜きも、姫田抜きも、白花ほざき耳かき草、小立山林道、三栗がやの名を、現在確認できない植物に取り上げている。 以下、沼田編、P68 羽田、P18 以下、主として、沼田編、P68 以下、羽田、P18 から19以下、羽田、P19 から20羽田、P20 より、多分に省略。現在認められていない種名も多いので以下、主として、沼田編、P68 羽田、P23 羽田、P24 から25、ただし三栗ヶ谷は、 近隣の指定機外には残っているとしている。ありがとうございます。